私のテレポートの技を信じなさい。今回あれはシャークシップだ。シャークマンたちが操る砂漠の船さ。あれでシャークマンたちが暮らすインペリシャークへ行く。なんだかすごいな。世界にはいろいろなものがあるんだ。リーンがあちこち行きたがるわけだ。よ、スカーレット。お客さんだ。インペリシャークまで行きたい。客ってのはそっちの？ノアだ。何の用事か知らないが、あんたは当たりだ。私の船、エウロフィーはここじゃ一番の速さの船だ。これ、船なんだな。ん？当たり前だろ。船が砂漠以外のどこを走るって言うんだ。私らシャークマンは砂漠で生まれ、砂漠で育つ。その名誉の象徴がこのシャークシップさ。風よりも速く走る船だ。そうか。相変わらずだな、名誉の戦士。あんたら砂漠の民が真偽に生きるように、私たちは名誉に生きる。そういうことさ。さて、すぐにでもインペリシャークへと向かうか。少しこの街を見てみたいかな。そうかい。その気になったら話しかけてくれよ。風よりも早く運んでやるさ。なんだい？私に何か用かい？へえ、仲間を探している。この私に目をつけるとは。あんたなかなか見どころがあるじゃないか。だが簡単に仲間にできるなどとは思うなよ。私は暗黒騎士にして、あらゆる攻撃を弾き返す大盾の使い手。この身に傷一つでもつけられたなら、お前を強者として認めてやろう。このレーナさんが使えるに足る運命の絆で結ばれた同志としてな。レーナさん？そうさ、
私の名はレイナさん。レイナじゃない、レイナさんだ。そうだ、ちょっと力比べをしないかい？あんたほどの強者の力、試してみたくってね。こう見えても硬さには自信があるんだ。そうだな、みんなで一撃を入れてみな。それで心震わせるものがあったら仲間になってやろうじゃないか。遠慮なく打ちかかっておいでよ。よし、受けて立つ。そう来なくちゃ。いざ尋常に勝負だ。いざ、その程度の攻撃。悪くない。だがこのレイナさんの心を動かすほどの攻撃じゃなかった。レイナさんはしばらくここで修行してるから、いつでも挑戦しに来な。
私のテレポートの技を信じなさい。今回どんな用かな。気をつけて。荷物だね。任せて。何か用か。
じゃあまたね。いつものように完璧なテレポートを見せましょう。今回も。その程度の攻撃。悪くない。ああ、あんたか。インペリシャークへ向かうか。ああ、行こう。よし、出発だね。よし、お前ら行くよ。砲を上げな。これはいいな。このエウロフィンはすごいな。本当に飛ぶように進んでいる。船って水の上だけだと思ってたよ。水の上？冗談じゃない。水の上なんか怖くていけないさ。そういうものなのか。シャークマンはかつて大きな水たまりの中にいたって迷信もあるがね。そんなわけあるわけないさ。背びれが濡れるなんて我慢できないよ。そういうもんなんだ。どう、陸には陸の、砂漠には砂漠の生き方。さてお前ら、お客さんがお気に入りのようだ。もっとスピードを出すよ。着いたぜ、お客さん。楽しかったかい？ああ、ありがとう。それじゃあここの長に会いに行くぞ。群れ町に会いに行くのかい？それなら村の一番奥の建物さ。